はい、皆さんこんばんは。キメタカ TV の時間です。今日はですね、顔の筋肉についてね、少しお話したいと思うんですけども、夢高接骨院ではね、小顔矯正がね、結構人気のメニューの一つになっています。そのね、顔なんですけども、大事な顔なんですけども、顔もね、筋肉でできています。表情筋という筋肉なんですけども、通常筋肉というとね、骨と骨についてこう動かすことが目的なんですけども、顔の筋肉に関して言うと皮膚についてるんですね。ですから皮筋という感じなんですけども、それでもってね、表情を作るんで表情筋というね、筋肉になってます。でその表情筋も筋肉ですから、血管、血液が流れてるわけですよね。でその血液が、筋肉が硬くなることによってね、血液の流れが悪くなればどうなるか。もちろん血行不良を起こします。それによってね、例えば目の下にクマができたりとか、シワができたりとかですね、顔の色ですかね、一般的には顔の色が悪いとかね、そんな感じになっちゃいます。ってことはですよ、顔の筋肉もね、皮筋という筋肉も、血管が流れる筋肉ですので、筋肉を柔らかくする、要は血液の流れを良くして筋肉を柔らかくするってことをすると、顔色が良くなったり、クマが消えたりね、そういった感じになっていくわけなんですね。はい。ですから、本当ね、治療することによって血液の流れが良くなって、最近なんか顔色いいねって言われるんですよっていうね、方が見えたりとか、治療の後にですね、なんか表情が明るくなったり、見えるのはですね、そのおかげなんですよね。血液の流れが良くなって、顔の筋肉も柔らかくなる、そういった感じです。はい。ですから顔もね、表情筋という筋肉ですので、本当ね、お手入れも大事なんですけども、顔の筋肉を柔らかくする、血行を良くするということにね、ちょっと意識してみてはどうかなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。